時秀文です。今度、こういう本を出します。これは何かというと251を徹底的にワンフレーズずつ体に染み込ませようっていうフレーズを覚えるんでなく、まず一回自分の楽器なりにこういうビーバップの言葉を通してみる。でそのためには暗記式じゃなくて自然に体に入ってくるために一回聞いて一緒に吹いてなり、一緒に弾いて、3回目に自分でやるという、それがワンパターンでキーをどんどん変えていく。一度試して、楽しみながらやってください。なるべく音域を各楽器ボーカリストも含めて一応考えてます。頑張ってください。